皆さん、こんにちは。はじめまして。俊道優と申します。これから私はセックス、そして性暴力の話をします。フラッシュバック等で少し気分が悪くなる可能性がある方は、少しの時間だけお席を外しください。逆に、下ネタの話？って思った方は、ぜひ聞いていただきたいと思います。今日私が皆さんにお話ししたいのは、今まである性に関する常識を壊して別の常識を作ろう。そういう話です。世の中にあるセックスについての誤った常識というのはこういうものです。男女が二人きりになって食事に行き、お酒を飲んで、それは、まあ、セックスでの前段階であるとか、あるいは、異性の家に行ったら、それはもう性行為をしていい合図だとか、そういうことですね。もちろん、多くの人は食事をすることや家に行くことをセックスの合図とは呼びません。ムードとか、いい雰囲気と言いますね。もう一つ、二人きりじゃないケースの今の性に関する常識っていうのは、大人数であったらちょっとぐらいの冗談は許されるというものです。例えば、サークルとか、そういうところでの大人数での飲み会、今年は自粛している人が多いかもしれません。そういう中で、ぶっちゃけうちのサークルで一番エロい女子って誰だと思う？とか。あるいは、一年生、男子、裸になってよ。それでみんなで騒ぐのが、うちのサークルの伝統だから。こういうことを言われるとですね、ちょっとぐらい嫌でも、ノリ悪いって言われたら嫌だなとか、雰囲気壊したら嫌だなと思って、やめましょうよって言えない人多いと思うんですね。で、こういう時にも出てくるのはノリとか雰囲気とか、そういう言葉なんですね。で、私が今日このスピーチを聞いた方に言いたいことは、もうそういうノリとか雰囲気とか、そういう言葉で語られる性に関する常識、やめましょう。そして新しい常識を作りましょう。そういうことを私は言いたいです。だって、食事や家に行くことはセックスしていい合図じゃありませんし、飲み会で突然誰かに性的な対象として見られたりとか、脱ぐことを強要されたりとか、そういうことはもう嫌ですよね。だから、新しい方向へと変えていきたいわけです。そして私が提案する新しい常識というのは、性的同意、セクシュアルコンセントです。今日皆さんに覚えて帰ってほしいのは、この一言です。同意のない性的言動は全て性暴力である。これです。これ最後にも繰り返したんですが、とりあえず最初にも言わせてください。知らなかった。同意とかそうじゃなくて楽しいか楽しくないかじゃないの？なんて思った方もいるかもしれません。そんなこと聞いたことない。そう思う人もいるかもしれません。それもそのはずです。学校では習いません。もし学校で何か性教育というような言葉を聞いたことがあれば、それは精子と卵子がどう出会うだとか、あるいは性感染症の種類とか、そういうことですね。でも、実際に性的なことというのは人と人がすることがほとんどですね。なので、人とどうやってコミュニケーションを取るのかについても習う必要が本当はあったはずです。それなのに、性についてはなぜか科学的なことというんですかね、生物学的なことが分かれば、あとは全てオールオッケーみたいな感じになってるんですが、まあ、それすらも正確に伝わっていないケースというのもあると思いますが、ただやはりコミュニケーションが重要だということがかなり無視されているように思うんですね。ノリとか雰囲気とか言葉にしなくてもいいんだっていう、そういうことが一つの常識になっているように思います。でも大事なことは、人と人はお互いに傷つけず尊重し合って、その先に楽しいとか、そういうことがあるはずですね。そのためには、性的なこと、セックスだけでなく、キスやハグ、あるいは性的な言葉を相手に言うこと、これらをする前には必ず相手が納得し同意している必要があります。これが同意です。でも単に、じゃあ、セックスしていい？はいっていうふうに言っただけでは同意になりません。どういう状況なら同意したと言えるのでしょうか？どういう状況であれば同意したのかというのを考えるために、同意できない状況とはどんな状況なのかについて考えてみましょう。一つ目の同意できない状況は、権力差があるときです。例えば、上司と部下で、上司から誘われたら、部下の方はどう思うでしょうか？断ったら仕事で不利益になるかもしれない。そう考えてもおかしくないはずです。もちろん、上司の側は仕事のことなんか一言も言ってません。純粋な気持ちだと言うかもしれません。でも、立場の弱い人というのは、そう考えます。ですから、上司と部下とか、学校の先生と生徒とか、指導者と生徒とか、先輩と後輩の間でもそうかもしれません。あるいは親と子の間もそうですね。同意は成立しません。なので、
上司と部下の間にも、まあ、生徒と先生の間でも真実の愛が芽生えるかもしれないじゃないかという方いらっしゃるかもしれません。で、私そういう方に言いたいんです。ぜひ真実の愛があるなら卒業するまで待ってください。真実の愛があるなら直属の部下ではなくて部署が変わるまで待ってください。それが待てないのならばどうして待てないのか考えてください。その時にあなたは上司の側ですね。上司の側は何かそれで自分の立場を使ってその恋愛において何かを獲得しようとしてないのかを一つ踏みとどまって考えてほしいんですね。考えてほしいです。もし真実の愛をやるにあたって何かこうズルしようっていう気持ちがあるんであれば一回とどまった方がいいと思います。二つ目の同意できない状況ですね。二つ目の同意ができない状況は意識がはっきりしていない時です。そりゃそうですよね。二人で、したい、したい、はい、やりたいです、はい、したいですっていうのがまあ同意なわけですから、その積極的なしたいという気持ちが持ちようがないですよね、意識がないんだったら。なので、お酒をたくさん飲んでいたり、薬物を服用していたりとかして、意識がはっきりしていない人は同意ができません。なので、お酒をたくさん飲んでる人と性行為をすることは同意がない。つまり、暴力です。三つ目の同意できない状況は、強制された状況です。少し性行為から離れてみましょう。もしあなたが銃を向けられた状態で財布を出してくれるって聞かれたら、どうぞ出しますって言って出しますよね。お金。そういう時にお金をあげることに同意したって言いますか、まあ、言わないですよね。これ強盗にあったって言うんですけど。なので、仕事上とか学問上の不利益の取り扱いを明示した上での性的な関係とか、これをしないとどうするぞっていう風な脅迫がある関係の中では、同意ができません。これはね、さすがに皆さん当然なのかなというふうに思っております。四つ目、同意できない状況は十分な情報が与えられていなかったり騙されている状況です。例えば、コンドームをしてのセックスに同意したにもかかわらず、実はしていなかったり、それはまさに騙されている状況ですよね。それは同意がしようがないので性暴力にあたります。あるいは、撮影していることを知らされていなかったりとか、自分が何らかの性病を持っていたりとか、そういうことを知っているのにもかかわらず、告げずに性的な関係を持った場合、これも、ある特定の状況での性行為に同意することができませんので、同意できない状況です。なので、同意できません。以上の同意できない状況から、同意ができるためにどんな状況があればいいのかわかります。一つ目、これは必須条件です。対等な関係であること。二つ目、意識がはっきりしていること。三つ目、強制されていないこと。四つ目、情報が十分与えられていること。この四つです。これでね、同意について少しずつ分かってきました。でも、同意のない性的言動は全て性暴力というふうに言うと、じゃあ、はっきりノーって言わなかった方が悪いんでしょ？自分は相手が同意してると思った。同意してない人に性的な関係を強要するほど自分は悪い人じゃないんだと思う方もいらっしゃるかもしれません。それは違います。ごめんなさい、違うんです。同意にはもう一つ、重要なルールがあります。その重要なルールとは、同意を取る責任は、アクションを起こす側にあるということです。これは男性とか女性とかそういうことじゃないんですね。アクションを起こす側に同意を取る責任があるんです。性的なことをしたいと思って、最初に行動を起こす側が、相手が同意しているかを確認する必要があるんです。はっきり言わなかった方が悪いのではありません。ちゃんと確認しなかった方が悪いのです。同意できない状況のように、相手が上司であったりだとか、あるいはお互いに知り合ったばかりで、相手の気分を悪くしたくないなとか、あるいはですね、付き合っていて、好きなんだけど相手のことが。今日はそういう気分じゃない。でも、嫌われたら困るとかですね。だから、ノーをはっきり言うというのはとても難しいことがあります。なので、人は、なんとなく断りたいときに、曖昧な態度になります。だから、ノーと言わない方は悪くないんです。だって、断りにくい状況だから。なので、イエスとはっきり言わないときは、アクションを起こした側は、あ、これはノーだったんだなというふうに受け取って、今日のところは解散しましょう。もちろんね、何かこう読み取れる具体的な文脈があればいいんですけど、なかなかそういうわけにいかないというときには、解散するっていうのがね、一番です。人を傷つけないことが何より大切ですから。で、さらにもう一つ重要なことを付け足させてください。それは、付き合っていることや、
過去に性的な関係を持ったことがあることは、性的言動に常に同意していることにはならないということです。例えば、ある日一度性的なことについて同意したことは、未来永劫同意したことにはなりません。わかりますよね。例えば今、アイス食べたいって私が言ったとするじゃないですか。そういう時に、明日食べたいとは限らないですよね。で、一週間後とかに突然来て、だん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 って言って、あんた一週間前にアイス食べたいって言ってたよね。ほら、食えよ、ガーンってやったら、もうその暴力だってことは多分わかると思うんですよ。なので、一回何かに同意したこと、それ決して、その先、ずっといつでもそうしていいっていうことにはならないんですね。なので、人の気分は変わるものです。アイスを食べたい日もあれば、食べたくない日もある。それわかりますね。なので、一回一回確認を取るということが大切です。さて、これで同意を取るのに必要な条件が出揃いました。一つ目、対等な関係であること。二つ目、意識がはっきりしていること。三つ目、強制がないこと。四つ目、十分な情報が与えられていること。五つ目、行動を起こす側が積極的なイエスを聞く必要がある。イエスを聞く責任があるということです。そして、六つ目が、一回一回確認することです。同意のない性的な言動はすべて性暴力である。そして、同意をするためには、以上の6つが守られる必要がある。これが私が提案する性に関する新しい常識です。この話をするとですね、絶対いるんですが、まあ、めんどくさいと。必ず、じゃあいちいち契約書を書けっていうのかっていう方がいらっしゃいます。で、そういう人に私は、どうぞ書いてくださいと言ってます。わざわざ堅苦しく6つの条件という形で言いましたが、これ人と人とのコミュニケーションの基本なんですね。騙さないとか尊重し合うとか、権力関係の差があるときには踏み込みすぎないとかですね。で、そういうことに対してなんかこう反感を抱くっていうことは一回考えた方がいいと思います。自分のコミュニケーションのあり方について、特にその性的な関係を持つってことはかなり親密な関係になることですよね。やっぱりコミュニケーションの中でもう基本的なことを守れない人と親密な関係になるっていうのは結構厳しいことだと思うので、契約書を書かないとわからないような人とは性的なことをしない方がおすすめです。するなとは言いませんし、全てそういうようなことができない人は逮捕されろとかそういうことが言いたいわけじゃないんですけど、基本的にはベターだと思いますし、自分が誰かを傷つけたくないと思うのであれば結構簡単に守れることなんじゃないかなというふうに思っています。じゃあそんな当然で簡単なことをなんであんたはわざわざ話してるのと思う方もいらっしゃるかもしれません。それはですね、誤った常識のために傷ついたり、相手を傷つけてしまったりとか、そういう人が自分の周りにとっても多かったからです。私がちゃんと嫌だと言わなかったから悪いのかもしれない。だから彼氏に無理やりやられて嫌だったけど、でも自分も悪いかもしれないって思ってしまった人。あるいは彼氏だから仕方ないかって諦めてしまった人。ノリが悪いって言われたら困ると思って、サークルで嫌だったけど、性的なことを向けられても笑っていた人。そういう話を聞いてですね、すごい思ったんですよ。私もそうだったなって思いました。嫌なのに声を出せなかったことたくさんあります。で、そういう状況の中で私が初めて性的同意という考え方に触れた時、もやがパーッと晴れたような気持ちになったんですね。なんとなく嫌だと思っていた性的なからかいや接触、冗談。でも、それは突然見知らぬ誰かに夜道でレイプされるわけじゃない。だから、大したことじゃないんだって思っていました。でも、同意という言葉を知って、ああ、あれは性暴力だったんだ。あれは暴力だったんだ。私は嫌って思って当然だったんだっていうふうに思えたんですね。だから私はちゃんと怒れるようになりましたし、また似たような悩みを持つ友人たちに、それは暴力だよって、それは辛かったねって言ってあげられるようになりました。また大したことないよって、その性的な被害になった人に対して大したことないっていうことはセカンドレイプというふうに言うんですが、同意という考え方を知っていればですね、セカンドレイプをするっていう確率も低くなるんじゃないかなと思います。それはだから、つまり自分のパートナーとなる人を尊重することにもなるし、自分の友人を尊重することにもなるし、自分を守ることにもなる。それが同意という考え方です。大切なことは、とにかくコミュニケーションを取ることなんです。そして相手を尊重することです。相手を大切に、自分の気持ち、自分の体を大切にするために、きちんと声に出してお互いの気持ちを確認する。それが同意です。私たちはエスパーではありません。言葉に出して話さなければわからないことがたくさんあります。なので、もう一つ、最後に、もう一回だけ確認させてください。
同意のない性的な言動はすべて性暴力である。これを覚えて帰ってください。もう誰も傷つかないために、もう誰も傷つけないために。ご清聴ありがとうございました。